はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、この前も動画出したと思うんですけれども、また9点の目変わりの期間がやってまいりました。もう本当に楽しみにしましたよね、多分皆さん。前回6月だったかな、6月にあったと思うんですが、まあ今日この9月入って、9月1日から9月の9日までまた9日間始まりますということで、多分皆さんも目変わりをしてるよっていう方がほとんどだと思うんですけど、目変わりの期間中は 20% オフクーポンでより9点の商品がお得に買えたりとかするんですよ。なので私もね、まだまだ9日間あるので、多分追加でまた買っちゃうと思います。結構私9日間毎回ちゃんと楽しんでますね。やっぱり9点といったら韓国通販、韓国コスメがたくさん置いてあると思うので、今回もね、韓国コスメなんですけどゲットしたものがあるので、実際にもう使ってみて使用感だったりとかも紹介しようかなっていう風に思っているので、動画の最後とかにもちょっとお得な情報があったりとかするので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。今回もそこまで量は多くはないです。全部で3つなんですけれども、全部とウィッシュトレンドっていうショップのクレアスで買いました。もちろん今から紹介していくのも目変わり対象になるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ではまず1つ目がじゃん、こちらでございます。クレアスリッチモイストスージングクリームでございます。今回はですね、スキンケア商品を購入しました。やっぱり韓国ってスキンケアだったりとかすごくいいイメージがあって、いろんなもの試したいなと思ってて、クレアスのこのクリームがレポとか見ていてもすごくリピーターさんが多いイメージがあって、皆さんすごい大絶賛だったので気になってたんですけど、クリームっていうと多分スキンケアの一番最後のイメージが強いと思うんですけど、私もそんな感じでまず洗顔して化粧水塗ってからこのクリームをつけてるんですけど、やっぱりクリームっていうと保湿をしてくれるイメージが強いと思うので、夏にクリームってどうなのって思う方もいるかもしれないんですけど、このクリーム本当にベタつかないんですよ。サラするっていうほどまではいかなくても、ちゃんと次の日の朝もしっかりと保湿してくれてる感じはあるんですけど、なんか不思議なことに全然ベタつかないんですよね。本当に夏ってやっぱり汗をかいたりとかすると思うので、なかなかこう肌の乾燥とかに気づけない時期なのかなっていうのは思うんですけど、でもやっぱり冷房だったりとかでどんどん肌乾燥しちゃったりとかっていう風にもなってくると思うので、夏でも保湿をしたいなと思ってたんですが、このクリームに出会って仕上がりがこうベタつかないっていうので、これすごく夏にぴったりだなって思います。油分と水分のバランスがめちゃめちゃちょうどよくて、鼻馴染みもすごくいいし、これが今 80ml 入ってるんですけれども、最近リニューアルしたらしくて 60ml だったのが 80ml になったそうです。あと最近よく聞くサステナブル、環境に優しいパッケージになってるそうです。パッケージもこうチューブタイプになって、なんかクリームっていうとスパチュラで取るようなものが多いと思うんですけど、あれもあれでいいんですけど、私はこういうチューブタイプの方がさーって取って塗れるので好きだったりもするんですよね。だからこのパッケージもね、とてもいいなと思います。であと残り2つなんですけど、この2つがどちらも同じものというか、どちらもねクレンジングオイルなんですけど、ちょっと仕上がりとか使用感っていうものが変わってくるものになってるんです。それがね、これです。左のやつがジェントルブラックディープクレンジングオイルで、右側がジェントルブラックフレッシュクレンジングオイルになっております。そう、これどちらもクレンジングオイルでメイク落としなんですけれど、それぞれタイプが違うものになっているので、私はこれどちらも試してみたんですけど、簡単に言うとディープクレンジングオイルの方がよりしっとり感が強い、洗い上がりのしっとり感が強くて、こっちのフレッシュクレンジングオイルの方がよりさっぱりとした仕上がり、洗い上がりになります。なのでオイルクレンジングならではのちょっとしっとりした感じだったりとか、洗い上がりの突っ張り感が気になるっていう方はこちらがいいかなと思います。ミネラルとかビタミンもたっぷり配合されているらしくて、メイク落とししながらでもスキンケアはできるんですよね。小鼻のあたりのこの黒ずみとかも優しくマッサージとかしてあげると、余分な皮脂とか老廃物とかも取り除けるっていう風に書いてあったので、なんかどんどん使っていくのも楽しみだなっていう風に思いました。こっちはすごくこうさっぱりとした仕上がりなので、メイク落としの後はなんかちょっとしっとりしてる感じが、あまりこう洗えてない感じがして苦手っていう方だったりとか、オイルクレンジングってメイクすごく落ちるので、ウォーターブルーのマスカラとかウォーターブルーのアイラインとかも落ちやすいけど、オイルクレンジングならではのちょっとしっとりした感じが苦手っていう方はこれすごくいいなって思いました。植物由来成分 85% 配合でビーガンなクレンジングオイルになってます。であと無香料無添加なので、肌が敏感肌の方とか香りとかに敏感な方
方でも使いやすいクレンジングオイルになってます。混合肌の方に特におすすめっていう風に書いてありました。もちろんねこの2つどちらもなんですけど、メイクもしっかり落ちるのでそこも私はいいなと思います。あとやっぱこのポンプ式というかがやっぱすごい楽でいいんですよね。こういうのって変なベタつきとかもなく、割とサラサラとした軽いテクスチャーなので、お肌にのせてみても嫌な感じもせずに、あとメイクもスルッと落としてくれたので、これもとっても気に入ってます。パッケージもとてもおしゃれなので、洗面所とかお風呂場とかにポンって置いてあっても可愛いですよね。そこも気に入っております。はい、ということで今回購入したのは以上なんですけれども、他にもまだまだたくさんあるので見てるだけでも楽しいと思うんですけれども、この目変わり年に4回しかなくって、大体3ヶ月に1回で、今回9月ということで3回目かな、この2021年で3回目の目変わりですね。もともとこのセール期間中セール価格になってたりとかするものもあるので、そっからまたさらに 20% オフっていうので、本当に買うなら今だよっていう9日間なので、ぜひお見逃しなくなんですが、前も言ってたんですけど、決済方法によってはもっとさらにお得になったりとかもするので、そこら辺も要チェックかなと思います。でですね、あと100名様限定らしいんですけど、目変わり期間中でお買い物した金額全額キャッシュバックキャンペーンみたいなのもやってるらしいですよ。皆さん、全額キャッシュバックって実質無料でみたいなっていうことですから、すごいですよね。ぜひ概要欄にも URL 貼っておこうと思うので、そちらからお買い物してみてください。はい、ということで、まあ、今回私が購入したこのクレアスっていうところのやつなんですけど、9店の中のショップのウィッシュトレンドっていうところで購入したんですけど、そのウィッシュトレンドのショップクーポンとかもあるらしいので、そちらとかもぜひダウンロードして、ぜひぜひ皆さんお得にゲットしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。